吉岡かな。身長177センチの長身と抜群のスタイルを兼ね備えたバレーボール選手です。ミドルブロッカーとしてチームに大きく貢献してきた彼女。そこで今回は吉岡かな選手についてまとめましたので、ぜひご覧ください。1995年10月14日、東京都で彼女は生まれました。中学1年生の時、顧問の先生に誘われたことがきっかけでバレーボールを始めます。中学校では順調に成長しますが、全国に行くほどの成績は残せませんでした。その後、木村沙織などを輩出した名門校、下北沢成徳高校に進学します。高校2年生の時には、春高バレーに東京代表としてベンチ入り。しかしその時は試合に出場することはできませんでした。2014年1月、高校3年生の時、春高バレーに出場。全国の舞台に立ちますが、3回戦で敗退となりました。高校を卒業すると、青山学院大学に進学。6月には東日本インカレに出場し、チームに貢献しました。その後もリーグ戦やインカレに出場しましたが、大学2年生の秋、リーグ戦の中、腹痛で病院に搬送されます。結果は、急性肝炎と脾臓肥大でした。かなりの重症で、試合に出場することができず、長らく治療に専念することに。そのまま1年7ヶ月が過ぎゆく中、4年生のリーグ戦で復帰し、その後は全日本インカレで、バレー部として、9年ぶりの優勝を果たすことができました。大学卒業後は、ビクトリーナ姫路に入団。この時、吉岡選手は、インタビューでこう語っています。大学で、思いっきりバレーボールができなかった、という悔しい思いをずっと持ってやってきたので、もう一度このチャンスをくれたチームで、バレーボールがしたいと思ったので、入団させてもらいました。新人として迎えた2018-19年シーズンでは、V2 リーグでいきなりの優勝。吉岡選手は18試合に出場し、アタック100得点、ブロック29得点を挙げる大活躍を見せます。オールスターへの選出や、最優秀新人賞、スパイク賞、サーブ賞を獲得し、一躍チームの顔となりました。2023年現在も、ビクトリーナ姫路の顔として、チームを引っ張り勝利に貢献しています。それでは今回の動画が良いと思った方は、高評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。